ということで、こんにちは、MTF 塾長、51歳の村田理香です。今日何でもない、普通にオフの日です。そしてですね、ふと思ったんですけれども、雨の日の、自撮りムービーは今までなかったような気がします。はい、今の窓も開けまして、こんな感じで。はい、聞こえてきますね。雨音というんでしょうか。雨の日常音というんでしょうか。はい、そんなムービー撮ってみようかなと思いまして、スタートしました。はい、まずムービーの冒頭は恒例ですね、理香のファッションチェックですね。ですね、白デニですね。今日はなんか寒い日なんですよ。寒い日なんですけど、もう半袖にしてしまいまして、そして白デニですね。この裾のところがですね、特徴的で、なんていうんですか、こう切りっぱなし的な感じ。あくまでも今お見せした映像はミニスカートの裾の映像です。はい、裾ですからね。そこから先のところは付属的なところで、今コテを目いっぱい伸ばしている状況で撮って、こんな感じですね。やっと全部が入る感じで、ただピーンとまっすぐこう伸ばして撮ってると非常に辛いので、ややこう肘を折り曲げて、そうすると全部入らないという状況で、はい、足なんか組んじゃったりして、この方が楽なんですよ。はい、今のも足を組んだ映像です。今日のお題はですね、特にないんですね。ただ一つ挙げるとすれば、いつもいつも思うところだったんですよ。ただそれがですね、本当に、この動画で、ちゃんと表現できるかどうか、そのあたり自信がなかったので、あまり触れてはいなかったんですけれども、ちょっと前置きから先におしゃべりしますね。私、本当に自分の動画を見るのが大好きなんですね。この変態っぷりは、過去の映像でもお伝えしてますけれども、村田理香は、村田理香のこと、大好きなんですね。世界中で一番愛してる人は誰？って聞かれたら、普通はまず自分以外からあげるじゃないですか。まず自分なんですね、私の場合。なので答えとしては村田理香一番愛してます。なので私自身が一番愛してる人が私なので、そんな私を愛しく思ってくださる方、大事に思ってくださる方、困った時に手を差し伸べてくれたりする方は、やっぱり当然ながら同じ方向を見てる人ですから、イコール的に
やはり好意を持ちますよね。そのぐらい私は自分のことが大好きなんですね。かなりの変態だとは思うんですけど、一説によるとナルシストという表現に適合するんですが、またそれとはちょっと意味合い違う部分もあるんですね。何でもかんでもそうだと思うんですけれども、最低限度自分を好きでいたいじゃないですか。自分のことを低く評価してしまったり、なんか価値のないような存在に思ったりしてしまったら、とてもやっぱり切ないですよね。そんなちょっと哲学的なうんちく理屈はちょっと置いておいて、はい、よく YouTube とか、とにかく連続再生をさせながらお休みしたりとかするぐらいなんですね。なぜかほとんど見てないんですけれど、本当にお休み3秒の人なのですぐ寝ちゃったりするので、ただ自分のこう映像と音声が始まると心地よい眠りにつけるという、皆さんのように試してみてください。そのぐらい、ね、好きなんですけど、でその中で YouTube を見てて気づいたところなんですけども、実は私こうやって自分でこう撮ってますよね。で見てるものは自分の顔なんですよ。レンズしかないとかっていう撮影状態とはまた違うので、スマホだったりするとやっぱりモニターで見ながらというところで、なのでモニター目線なんでいつも目線が合ってないんですね。で自分に話しかけてると何でしょうね、キーが低いんですね。喋ってる声だんだん低くなって、人によってだとは思うんですけれども、リカさんって何もしなくても女声ですよねっていうふうに言ってくださる方もいらっしゃいますけれども、いやそうじゃないよねっていうふうにおっしゃる方もいますけれども、人それぞれではあるんですが、私が生活はとりわけ女性名に改名してますから、当然社会的に女性スタンスでずっと働いてるんですね。ほぼほぼ一般の仕事です。別にニューハーフ をキャラにしたりとか売りにしたりしてるわけではなく、女性として働いてます。当然社会の中ですから男性と女性で成り立ってるのが、今の社会なので、対面した時あるいはコミュニティの場とか、社内的なチームワークだとか、仕事中は、相手がパートナーが女性だったり男性だったりして、仕事をしてるんですけれども、その時に使ってる声っていう表現でいいんでしょうかね。この自撮りを撮ってる声よりも高いんですよ。特に今はアウトバンド の営業の仕事なんですけれども、特に電話をかけたりする状況の時に、もしもし、はじめまして、村田理香と申します、みたいな感じで、やっぱりこう特に電話声とかってワントーン上がっちゃいますよね、皆さんね。同じように、今の感じがずっと続いて仕事をしてる感じなんですね。不思議ですね。こう自分を見ながら撮ってる YouTube の声は割と低めの方だなと。で、もっともっとですね、極端なところでお話しすると、裏歴史っていう表現でいいのかな。ずっと私は昼間の基本的に普通職をずっと行ってます。エンターテインメント系の仕事を基本的に避けてます。そこにすがらなくても、MTF はきちっと肉体改造とか全部できてなくても
24時間女性として生活するっていうことを約束して生きてますから、間違いなく女性として、社会に成り立てるはずだというふうに、その模範的なところで、昼の仕事をやってますが、ただ月の収入とかというところを考えると、まあ、時給1000円そこそことかのアルバイト生活というところもあったりするので、補わなきゃいけない時ってあるんですね。でそうするとやっぱりナイトワークとかってどうしても週1回とかってこう入れざるを得ないとかっていう経済的事情がそこには発生したりすると思うんですけど、そんな時に男性のお客様と接する機会とかって多くなるじゃないですか、必然的に。ホストではなくホステスとして働いたりするわけですから。でそんな時の特にしゃべりはですね、きっと鬱陶しいっていうふうに思われると思うんですけど、もっともっとなんかイライラする喋り方なんですね。イライラするのは今皆さんシラフで私のこの動画を見ていただいているので、多分すごくイライラ度が上がると思うんですけれども、ちょっと持ち替えますね、痛くなっちゃいました。はい、すいません、鼻もやっぱりちょっと早かったですね、鼻が出てきちゃいますね、この格好ね。やっぱりこう対面する男性との話とかになるときに、もっとラリルレオがですね、私としては今日はそういうこともないと思うんですけど、いやもうそんな風に、あでも私これ今普通ですよ、はい、普段からこんな感じです。みたいにですね、猛烈になりるれろなんですね。イライラしますね。そういう風なキーが上がって、こう、接客をしたりとかっていう風になったりするんですね。本当にここら辺かゆくなってきますね。なんか今、プープー言ってます。はい、撮りました。そうなんです。昼の仕事をやってる時とかは、まあ、普通の仕事ですから、なんか もう少し YouTube でお伝えしていることよりは高いんですね。それを実演しようと思って今から喋りたいと思うんですけど、まあ今喋った感じが大体こんな感じなんですよ。はい、ちょっと一回ですね、給水します。では3、2、1、あこんにちは、村田理香です。あはい、あそうなんですね、はい、あ分かりました、はい、あお伝えした時おつあ紙がカットカット噛んじゃいました。本当は噛まないんですけど、今みたいな感じでどっちかっていうとこう、あはい分かりました、はい、あぜひよろしくお願いしますみたいな感じのキーの高さで普段は仕事はしています。はい、そこだけちょっと自分の顔を見て果たしてその発声ができるかどうか、ちょっと自信がなかったので今まで気づいてはいたんですけどやらなかった。もういいですか、落として。そういうわけで極端に低いですね。YouTube の声は割と低めになっちゃってますね。やっぱ自分の顔を見て喋ってても高い声にならないという、はい、だんだんこう、低い声でこう喋っていくような感じで、なんかラジオとかでよくユーミンとか中島みゆきとかかな、歌の声は高いじゃないですか。まあ他に男性のアーティストもそうだと思うんですけど、こう喋り声は結構こうのぶとく低くなってるみたいな、そういう郵便的なところもそういうのありますよね。私もそれに近いかなというふうに随分場違いな
例えにしてますけれども、はい、で声 の、 高さ の、 出し方うぬんかぬんはもう本当に5、6年以上前、もう本当に私がニューハーフスタートした頃ぐらいの YouTube ムービーで散々お伝えはしてますね。はい、メラニー・ホーダー、なんちゃらかんちゃら、ウンタラかんちゃらみたいなところ。まあ、それはそれを また見返していただくとして、まあ、それに、他の MTF の方とかも、その類は、YouTube で、なんちゃらかんちゃらと、うんちく垂れてると思いますので、参考にしてください。ただ、大事なのは、なんていうんですかね、隔離された、胃の中の蛙的な生活だといつまでも女性化は進みません。大河に出ないとダメです。で、その大河というのは一般社会です。一般生活者の中で、MTF でも女性ポジションを確立するという、ずっとこう緊張をしてる感じかもしれませんね。ずっと背筋が伸びてる感じかもしれません。でもそのぐらい の、 気を抜けないような生活環境、仕事環境、それをずっとやっていくことが身についてくることだと思います。例えて言えば、まだ右も左も知らない、子供が、大人になって成長していくその過程の中で、しつけというのがありますよね。で、そのしつけも一回言っただけでなく何度も何度も、反復して行っていくから箸も上手に戻るようになったり、お行儀よくお食事ができるようになったり、そういったところと近いものだと思います。習慣ということですよね。そのしつけをというところを例えるのであれば、声を出し高い、女性らしい、私自身が女性らしい声っていうふうに自分で言うのもおこがましいっちゃおこがましいんですけれども、でも通用しているので皆さんもそういうふうになっていけると思います。なぜか YouTube の声は、村田理科の中では低めです。仕事中の方がもっといい声、いい声って、いい声って言い方おかしいですね。女性らしい声です。さらにちょっとナイトワークに入って男性と対面して、特に初対面的な方となると、さっきのようなぶん殴ってあげたいぐらいなラリルレロ的な声になっていってするんですよっていうことでした。もう本当ここ皆さんご自分のスマホとかこう投げつけて壊さないでくださいね。パソコンとかモニター割らないでくださいね。そのぐらい の、 声になってるってことがたまにありますよっていう物語感でした。はい、すいません、はい、今日はそういうたわいもないことをちょっとずっと言いたかったんですよ。私 YouTube の声低いなって。それだけです。でも高い声は出すは出すで、きっと絶対このマークじゃなくってこのマークいっぱいつくだろうなと思ったので、あまりやらなかったんですけど、すいません。はい、ということで、バッテリーがですね大変なことになってきてるので、もう今日はここまでにします。はい、ということで、エンディングトークです。 MTF 塾長51歳の明け止めの間へ的な村田理香でした。ではでは。